漆ってどんな素材なの？漆の木の表皮に傷をつけて採取した樹脂が原料になっておる。漆は水や熱に強く防腐性もあることから日本では古くから用いられてきた素材じゃ。日本で広く使われてきた漆だけど、讃岐漆芸は香川の伝統工芸なんだよね。どんな特徴があるの？讃岐漆芸では三技法といわれる造成、金磨、彫漆が主に使われておるのが一つの特徴じゃ。江戸時代末に活躍した玉梶蔵国という漆芸家が異国の作品などを研究して生み出した技法なのじゃ。この2つの作品は造成の技法が使われているんだね。そうじゃ。描かれている部分が盛り上がっておるのがわかるかな。漆の表面に別の漆で模様を描き、輪郭などを線彫りや毛彫りしているのじゃ。金磨は模様を彫ったところに異なる色の漆を埋めた後、表面を研いで仕上げる技法じゃ。造成と比べても表面は平らでツヤツヤしているね。彫り方を工夫することで多彩な表現ができるのも注目のポイントじゃ。まるで絵画のような濃淡や奥行きも表現されているね。漆を彫って表現する技法だね。幾重にも塗り重ねた漆を彫って模様にしておるのじゃ。彫る角度によって見え方も異なるから、そのことを生かして美しい模様を生み出しておるのじゃよ。漆は100層塗ってもたったの3ミリくらいだと聞いたよ。とても根気のいる作業なんだね。ここからは讃岐の風景を表現した作品を紹介するぞ。この作品には五軒山や塩田、屋島の姿が見えるね。立体物に違和感なく模様を配置するのは非常に難しいが、そこがこのような工芸作品の見どころでもあるのじゃよ。讃岐の風景を捉えた2つの棚だね。瀬戸内海の波を表した作品と屋島などの風景を表した作品じゃ。よく見ると表面が波打っているようだよ。竹を網代編みにした乱体という技法じゃ。この技法も香川で古くから使われておる技法じゃよ。竹は温湿度の変化にも強いからよく使われたんだね。これも漆による作品なんだね。戦後プラスチックなどの便利な素材が普及したこともあり、漆工芸の需要が減ってしまった状況に多くの作家が危機感を覚えた。中にはこのように絵画などの分野にも漆の可能性を広げていった作家たちもいたのじゃ。